王領元は中華民国の軍人。四川省の有力軍人で、後に国民革命軍でも指揮官として活動した。郷は箱舟。絹織物省の家庭に生まれる。1903年7月、四川部美学道促成班で1年学習した。その後、日本に留学し、東武ま学道と成城学校で学んでいる。1906年に帰国すると、 四川の新軍で軍部につき、チベットに赴任した。1908年秋に、四川陸軍軍観測制学校が創設されると、王領元は、ラザから生徒に呼び戻され、同行翻訳官に任ぜられる。当時、四川省では、鉄道保護運動の発生等により、革命派の活動が盛んであったが、王は、革命派からの勧誘があっても拒絶を貫いた。 中華民国成立後も、王領元は引き続き、四川軍で団長として起用された。1913年、第二革命が勃発すると、四川徳徳湖敬意の命により王は重慶で放棄した革命派の熊、国部を撃破した。1915年12月、五国戦争が勃発すると、四川徳軍鎮の下で、四川軍第一師、第四団団長に任命されて、 五国軍と戦い、間もなく、第三子、第五度々町に昇進している。翌1916年5月に、陳が五国軍側へ寝返り独立を宣言すると、遠征外支持派の四川軍軍人、周春を支持して、陳を攻撃した。ところが6月に、園が死去してしまい、後ろ盾を失った、周王はいずれもゲアを余儀なくされる。その後、王は三島省で、 年代陳樹死に任せられる。さらに、北京政府中央で養殖を得ようと活動したものの、成果はなかった。1921年2月、王両元は、重慶に寄っていた四川軍、第二軍軍長陽森を頼り、同軍参謀長に任せられた。その後、陽森を補佐して、他の四川軍指揮官と戦うも、翌年に、陽が敗北して、湖北省へ一時脱出したため、 王はその下を離れて、四川に止まった。1923年7月、劉将が、四川前後、ただ主弁に任せられると、王はその敗下に転じる。翌年、第28根性旅旅長に昇進し、1925年には、四川軍第三志士長兼、孔友もえ永司令となった。1926年12月、北伐の進展を見た劉将が、 国民政府に駅史し、国民革命軍第21軍軍長に任せられると、王領元は、同軍第3師首長兼重慶英寿司令となった。翌年、四川省内で、南京事件に対する列強の対応に反発する民衆デモが、重慶で勃発すると、王はこれを武力で鎮圧し、デモを主導していた中国共産党を粛清している。また、重慶に、 軍艦学校を創設し、副校長として、実際の公務を担当した。1931年、劉将の命により、王陵元は長江上有総非葬式代理として、湖北省の中国共産党根拠地討伐に従事している。四川に戻った後の1933年7月、四川総秘葬司令に任命された劉の下で、第五祖父葬式となり、 調整中の皇軍を迎撃したが、他の道軍との連携を欠いて、皇軍の突破を許すなど失敗が相次ぎ、同年末には罷免されてしまう。その後2年間は、上海に干挙してしまうが、1936年春に、ようやく竜に呼び戻され、四川省保安司令部保継所長兼保安司令代理に任ぜられた。日中戦争が勃発すると、1938年に、 王領元は、第30集団軍総司令権第72、軍軍長に任せられ、前線に赴いた。南人海戦、調査海戦、南昌海戦などに参戦している。1939年6月、第9戦区副司令長官権第30、集団軍総司令に任せられ、厚生省を治む水圏に駐屯した。戦争期間中を通して、共産党への敵意を解かず、 自軍内部の粛清に努めたが、日本軍との衝突は可能な限り避けたとされる。1943年春、陸軍上昇区組を授与され、1945年春には、中国国民党第6期中央執行委員に選出された。戦後、王領元は第7水税区司令官に昇進し、共産党への対策、粛清に尽力した。1946年3月、 厚生省政府主席に任命され、1948年4月に、四川省に戻り省政府主席となった。1949年夏、中国人民解放軍迎撃のため四川、反共級国軍総司令に任ぜられたが、年末には敗退して、ガーンに追い込まれる。最後は、直属部隊に放棄されてしまい、王は変装して、逃亡を図ったが、途中で、 人民解放軍に捕獲されてしまった。中華人民共和国での王領元は10年以上も収監され続け、1964年12月28日の第5回戦パ督者においてようやく釈放された。釈放時点の王はすでに老齢の上に重い高血圧、心臓病を患っており入院を余儀なくされている。1967年3月17日、 北京市で病没、去年85、ありがとうございます。